どうも、何は昇竜会のゆうにゃんたです。さあ、本日の試合はですね、9対5で見事勝利、やったー、わおー。はい、というわけでございまして、本日行われましたオリックス対ですね、中日の、2軍の試合なんですけども、見事9連勝ということになりましてね、やっぱりね、いいですね。今日はやっぱり見どころありましたよ。清水投手ね、先発が噂されている清水投手、1回無失点、そしてバッター陣も大好調のね、絶好調のね、いうことでございまして、見事9連勝になりまして、いや面白いですね、プロ野球は本当に。1軍は負けたよ、1軍は今日も負けだよ、負け。今日もちょっと喋りますか、一応ね。改めまして、本日の試合はですね、敗戦ということになりまして、なんか昨日と試合のね、展開的にほぼ一緒の感じで来てて、途中で、ね、点入ったんで、あ、違う方に行くかなと思ったんですけどね。うまくいかないですよね。まあ、采配。まあ、采配は別に特に今日は何もなかったんですけども、やっぱ気を、ゲッツーが多いですね。ゲッツーが多い。まあ、今日に始まったことじゃないですけど、今、ゲッツーランキングっていうのをね、ちょっと見たんですけども、上位、ゲッツーを打ってる10人の中に、中日の選手が4人もね、入ってるっていうのがね、そーら、ゲッツー多いわーって、チャンス潰すわーって、思いましたね。まあ、安倍さん、まあ、アルモン、まあ、ビシエドさんは仕方ないかな、やっぱり、4番でね。で、まあ、アルモンテさん、とね、ゲッツーね、多いっていうのがね、出てましたけども、まあ、その打開策としてエンドランっていう作戦をね、使ったりしてたんでしょうけど、ですね。ですよね。まあ、簡単にね、今日の試合振り返りの方していきたいと思います。まずは、先発、岡野投手。そして、キャッチ。カッサンこと、加藤捕手。これはね、青山学院の先輩後輩で、青山学院バッテリーということになったんですね。特に、まあ、いつも岡野さんらしい、じゃあ岡野さんらしいんですけども、やっぱりね、いいボール投げてるんですけどね、っていうところなんですけどね。ほんまにちょっと、運が多くなってしまって、ちょっと語彙力のなさを、ね、露呈してるんですけども、露呈してしまってるんですけども、ちょっと一個ね、羨ましいなと思ったのは逆に、相手のね、磯村さんがね、今日一軍に上がってきたらしいんですよね。で、磯村さんがいきなりホームランと。ねえ、やっぱこれ見てたら、石垣さん出てほしいなーって。出てほしいねーって思いますね。別に采配批判をね、するわけじゃないですけども、出てくれたら嬉しいなっていうだけ。出せないですかね、やっぱり。ね、絶対 A クラスに残りたい、A クラスになりたいっていうところから、やっぱ実績っていうのがね、実績重視で起用してるというか一貫してね、見えるので、まあ、わかりますけどね、みたいですね。ちょっとね、ゲッツーも多いメンバーも、ね、いるんで、パッと切り替えてね、石垣さんとか、見たいなと思うのは、私だけでしょうか。
さあ、今日中継ぎ投手ね、ゴンサレス投手がちょっとね、打たれちゃって、その後藤島投手、いいボール投げてました。ね、実績点こそつかないんですけど、まあ、火消しはちょっとし、まあ、広く言ったら失敗かな。でも、いいボールすぐ投げてたんで、回の頭からね、投げてたら、あの点数失点もなかったんじゃないかなとも、思ってしまいますね。あとは、山井さんね。最近ちょっとね、いいピッチングが続いてたんで、今日もね、期待したんですけども、まあ、さすがの、広島打線っていうね、感じでございました。まあね、何か、小さなことでもいいんで、賞賛点見つけたいなっていうふうに思って見てたんですけども、まあやっぱり、冒頭からね、2軍の結果をね、言うぐらいの感じだったんで、そうですね。まあ、木下さんがいいねっていうだけ。だけじゃないですけど、木下さんいいですね。ね、あの場面で、伊良さんが、ね、まあ、セカンドゴロでいい形で点、いい形でというか、まあ、点入れようっていうすごい意図が見えるセカンドゴロを打って、その後、ね、あそこで終わらないのが僕はすごいなと思いました。あの場面でタイムリー出て、俺もいるぞって。なんで俺、控えないよっていうね。そういうのがすごいね。聞こえてくるような、ナイスバッティングでございまして。そうだね。そうだね。あとはもう、ね、特にありません、今日は。明日の福谷投手に期待します。というわけで、本日の結果ですね、見事、9対5で、9連勝となった試合でございました。じゃあまた明日から応援しましょう。バイバイ。ドラゴンズ、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 ドラゴンズ。